さて BS 日本の歌では毎回歌手のお一人が全国各地をお訪ねして地元の皆さんと一緒に歌っています。今回は島津亜矢さんが北海道の網走を訪ねました。はい、寒かったじゃない、はい、寒かったですけどでもあのママさんコーラスの方も、そしてあの地元の方にもすごくよくしていただいて、あの心はすごく温かくなりました。そうですか、はい、ではその網走の様子早速ご覧いただきましょう。こちらが北海道網走市の街並みです。街の向こう側、あの、オホーツク海ですよね。そうなんです。流氷がこれ全部覆ってるんですか。すごいんですよ。なんかこんなに多いのは30年ぶりだとおっしゃってました。そうですか、はい。まあ、ロケの時は天気は良かったそうですね。すごく天気に恵まれていまして、で地元の方は今日はまだ暖かい方だよっておっしゃってましたけど。そうなんですか、はい。では北見放送局の増村さん、どうぞ。 NHK 北見放送局で営業を担当しております増村博史です。今日は北海道、網走の増浦漁協よりお送りいたします。コーラスの皆さんをご紹介いたします。網走浜那須女性合唱団の皆さんです。どうぞよろしくお願いします。そしてゲスト歌手の島津亜矢さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではここ、網走より北国の春をお送りいたします。よろしくお願いします。Ah.